ブレイクボットは、フランスのプロデューサー、DJ。2009年5月以降、エドヴァンガーレコーズと契約している。ブレイクボットは、コンピュータグラフィックスの大学であるスピンフォコムで学んだ。ブレイクボットが、ウーリー・アトラント・ダミエン・フェアリーと共に監督をした、短編の映画、オーバータイムは、2005年の、 オタワ国際アニメーションフェスティバルの最優秀卒業作品賞と2006年のシュトゥットガルト国際アニメーション映画祭のヤングアニメーションアワードを受賞した。ブレイクボットは広告や映像も制作した。ブレイクボットはリミックスによって最もよく知られている。ロイクソップ、デジタリズム、クローメオなどのアーティストの曲を加工した作品は最も人気がある。 ビファンが主演し、イリナ・ダ・ケイバが監督した、ベビー、I am yours のミュージックビデオは、フランスで、夏のヒット曲となった。このミュージックビデオは、2010年10月12日の、UK ミュージックビデオアワーズで、ベストバジェット・ポップ、ダンス、アーマンビデオと、ベストアニメーション・イン、A ビデオに、ノミネートされた。ティボー・バーランド・ノーナズ、ブレイクボット・アット・レボリューション・フェスト。 グアダラハラ、メキシコ、2013ブレイクボットアット、ザ・フェスティバル・インテル・ナシオナル・デ・ベニー・コシム2016-2008年に、ブレイクボットがプナウのベビーという曲をリミックスした作品と、ブレイクボットのペネロープ・ピッツ・タップという曲が、レースゲームのグランツ・ーリスモ5に採用された。大衆文化における、ブレイクボットの立ち位置は、ベビー、I ア m yours と2012年のヒット曲である。 ブルーノ・マーズのトレジャーという二つの曲の類似に影響を受けている。トレジャーはベビー、I am yours との類似によってブレイクボットとイファン・カーン・アジートをも作者に含んで米国作曲家作詞家出版社協会に再登録された。ありがとうございます。